Yabba wants to prove himself. He wants to prove that he, even though he was outcast, he's strong enough, he's crazy enough, and he's willing to do the things that are necessary in order to be the number one ninja in the world. And Ryu sits right atop that position. And so he's sort of deemed himself a ninja killer. Should have killed you 15 ninjas ago, Hayabusa. Yaiba has been cut in half, and this group takes him, and they essentially install some very expensive cybernetic equipment. That's a sort of nefarious group of individuals that has seen an opportunity to take Yaiba's skills and then to level him up one further, and then to be able to essentially use him as their errand boy. Power cord keeping you alive has a kill switch I can activate at any time, and murder. Such a bad taste in my mouth. I cut the conversation short. It turns out he was only a hologram. You make me laugh, Ninja Slayer. そのメカを、まあ、実際に具体化するときに意識したのは、決してそのなんでしょうね、万能になるためにメカを作るじゃなくて、メカでしかできないその攻撃とか、要素っていうものが普通のその忍者のアクションと掛け算になってどう面白くなるかっていうところを動かしてるので、それこそなんかこうあのメカだから銃になってあのタイプをバラせばいいでしょうみたいな、そういう考え方はもうそもそもなかったですね。やっぱりあの普通の忍者じゃなくて刃はこうあの細胞化された忍者なので、どうやってまあその特徴を描くかっていうところで、まあ、あの多彩な武器をあのしかもまあ普通にかっこよく使うんじゃなくて刃ならではの独特のアクションで展開していくというところで、それでいてまあさらにこうゾンビをどう面白くやっつけていくのかというところで、もうあのユダさんにこう新しい技が出るたびにこう驚いてもらえるようなあの刺激をこう与えられるようなあのキャラクターにしていきたくて、まあ、そういったところ の, あ の, ゾンあの武器の種類っていうところをあの考えてきました。新しい忍者アクションっていうことができるんじゃないのかな。だから忍者っていうことで、切るとか走るとかジャンプするとかっていうそういうあの俊敏な動きプラスですね、サイボーグによるパワーですね、それを合わせ持つっていう形でですね、やっぱりあのリュウハヤブサに対抗できるっていうのはすごい面白いキャラクターだと思います。リュウハヤブサっていう、本当にカリスマのあるキャラクターがいてですね、やっぱりリュウハヤブサ好きな、ユーザーも多いと思うんですよ。でも彼のやっぱりかっこよさと全く違うベクトルのかっこよさっていうのを追い求めたものっていうところで、やっぱり破天荒なっていうかですね、ちょっと荒々しい感じ、やっぱりリュウハヤブサよりは、まあ、下品なまでも、違う形の見せ方っていうかですね。そうですね、忍者っていう意味で言うと刃はリュウハヤブサとはだいぶ違う、なんていうんですか、全然忍者らしくないけどでも忍者の魅力を持っているっていうところで面白い新しいキャラクターになってるんじゃないかなと思ってます。やっぱアメリカ人が考えるキャラクター性っていうところで、なんていうか、まあ、はっちゃけてるというか、まあ一緒にお酒を飲むんだったら竜ハヤブサよりも刃の方が絶対面白いんじゃないか。Yabu would probably tell him to f*** off. After that, he'd probably kill everybody in the room, and then he'd leave.